コンデモントローズ・ナストは、アメリカ合衆国の実業家、出版社である。ナストが創業したコンデ・ナスト社は、バニティフェア、ボーグ、ザ・ニューヨーカーなどのブランドを出版、維持するマスメディア会社である。コンデモントローズ・ナストは、ニューヨーク市在住のアメリカ中西部出身の家庭に生まれた。父のウィリアム・カイ・ナストは、ドイツ生まれのメソジスト指導者、ウィリアム・ナストの息子で、 ベルリンの米国大使館に駐在していた外交官であり発明家だった。母親のエスター・エーブ・ノイストはセントルイスの銀行家ルイ・オーギュスト・ブ・ノイストの娘でカナダからミズーリ州に移住したフランスの名家の子孫である。ナストには兄弟が3人いた。コンデモントローズ・ナストという名前はおじにちなんで名付けられた。おばから学費の支援を受けて ジョージタウン大学に入学し、1894年に卒業した。在学中は、ジョージタウン大学の初期の学生自治会、ヤードの初代会長を務め、ジョージタウン大学のディベート団体、フィロデミック・ソサイティのメンバーだった。1895年に、同大学で修士号を取得した。その後、1897年に、 セントルイス・ワシントン大学で法学の学士号を取得した。ナストは法学の学士号は取得したが、法律をよくわかっていなかった。卒業とともに、ジョージ・タウン大学の同級生、ロバート・コリアーを頼って、コリアーズ氏の広告マネージャーの仕事に就いた。ナストは、10年の間に広告収入を100倍に増やした。ナストは、ロバート・ M ・マクブライドとともに本と、 リッピンコットマンスリーマガジンを出版した。コリアーズ社を退社した後、ナストは当時ニューヨークの小さな社交誌だったボーグを買収し、アメリカの一流ファッション誌の一つに成長させた。その後、20年以上にわたって編集者であり大きな影響力を持っていた友人のフランク・クラウン・シールドの助けを借りて、バニティフェアを洗練された一般向けの出版物に変えた。 多くの新進作家や質の高い作家の作品を掲載した。ナストは最終的にハウスガーデン、防具のイギリス版、フランス版、アルゼンチン版、ルジャルダン・デモード、グラマーなどの雑誌を所有していた。他の出版社が単に雑誌の発行部数を増やすことに重点を置いていたのに対し、ナストは収入レベルや共通の関心事によって 対象とする読者のグループを分けていた。ナストの下で働いたスタッフには、防具の編集長を務めた、エドナウールマンチェイスや、ドロシー・パーカー、ロバート・ベンチレーなどがいた。ゲート・オブ・ヘブン墓地にあるナストの墓ナストは二度結婚し、二度とも離婚した。最初の妻は、クラリス・クーデットである。クラリスは、クーデット兄弟法律事務所の相続人で、セットや、 衣装のデザイナーになった。1902年に結婚したが、1919年に別居し、1925年に離婚した。二人の間には子供が二人いた。二番目の妻はレスリーホスターである。レスリーは短期間のみワイオミング準州知事となったジョージ・ W ・バクスターの孫にあたる。二人は1928年にレスリーが20歳。 ナストが55歳の時に結婚し、1932年頃に離婚した。二人の間には子供が一人いた。1932年から1936年にかけてバニティフェアの作家ヘレン・ブラウンのオーデンと一緒に住んでいた。世界恐慌で破滅しかけ、晩年は初期の繁栄を取り戻すために奮闘していた。 ナストは1942年9月19日に死去し、ニューヨーク州放送のゲートオブヘブン墓地に埋葬された。ナストの墓の近くには、ベイブルースやビリー・マーチンの墓がある。ありがとうございます。